ラクダ。ラクダ。ラクダは、哺乳類、牛め、玉、ひずめめラクダか、ラクダ族キャマラスの動物の総称。西アジア原産で背中に一つのコブ、コブを持つ一コブラクダ、キャマラスダラマデリアスと、中央アジア原産で二つのコブを持つ二コブラクダ、キャマラスファリスの二種が現存する。砂漠などの乾燥地帯に、最も適応した家畜であり、古くから、 乾燥地帯への人類の拡大に大きな役割を果て立ている。フタコブラクダは古くからイエチクシュキャマラスバクトライニスが知られていた。19世紀後半にロシア人の探検家、ニコライ・プルジェワーリスキー、プルチェワルスキーが中央アジアで野生の個体を発見し、キャマラスファリスと命名した。この二つは最近まではどちらもキャマラスバクトライニスに含まれていたが、 2003年に動物命名報告最審議会は C ファリスを保全名とし、より古い C バクトライニスに対して有効であるとの裁定を下した。これは野生種と家畜種とを同種として扱う場合には C ファリスとしなければならないことを示しており、IUCN レッドリストにおいては C バクトライニスは C ファリスのシノニムとして扱われている。背中のコブの中には 脂肪が入っており、エネルギーを蓄えるだけでなく、断熱剤として働き、汗をほとんどかかないラクダの体温が、日射によって上昇しすぎるのを防ぐ役割もある。いわば、皮下脂肪がほとんど背中に集中したような構造であり、日射による背中からの熱の流入を妨げつつ、背中以外の体表からの放熱を促す。コブの中に水が入っているというのは、 長期間乾燥に耐えることから誤って伝えられた迷信に過ぎない。ただし、水を一度に80リットル程度摂取することが可能である。出生時にコブはなく、背中の将来コブになる部分は皮膚がたるんでいる。つまり、脂肪を蓄える袋だけがある状態で生まれてくる。ラクダは砂漠のような乾燥した環境に適応しており、水を飲まずに数日間は耐えることができる。 砂塵を避けるため、鼻の穴を閉じることができ、目は長いまつげで保護されている。哺乳類には珍しく、窓科膜を完全な形で備えている。また、遠征化の進行した地域における河川の水など、塩分濃度の非常に高い水でも飲むことができる。さらにタコと呼ばれる皮膚が分厚く、角質化した箇所が左右の前足の付け根、後ろ足の膝、胸の5箇所にある。タコは、 断熱性に優れ、ここを設置して座れば高温に熱された地面の影響を受けることなくむことができる。他の玉ひずめ目の動物と同様、ラクダは、側体譜、交互に同じ側面の前後肢を出して歩くをする。しかし、玉、ひずめ目の特徴が必ずしもすべて当てはまるわけではなく、玉、ひずめ目の他の動物などのように、胴と大体部の間に皮が張られてはいない。また、 同様に反数を行う、牛ア木、反数ア木は四質の意を持つが、ラクダには、第三の意と第四の意の区別がほとんどない。従来ラクダ科を含む、ラクダア目は、反数をしないイノシシア木と反数する、牛ア木の中間に置かれていた。しかし遺伝子解析による分析では、ラクダア目はたま、ひずめめの中でも、かなり早い時期に、 イノシシメと牛アモクの共通祖先と分岐しており、同じように反数をする牛や羊、ヤギなどは、ラクダ科よりもむしろイノシシ科やカバ科、クジラメの方に近縁であることが明らかになっている。ラクダのヒズメは小さく、指は2本で5本あったうちの中指と薬指が残ったものである。退化したヒズメに変わり、足の裏は皮膚組織が膨らんでクッション状に発達している。 これは、歩行時に地面に対する圧力を分散させて、足が砂にめり込まないようにするための構造で、雪上靴や寒湿機と同じ役割を持つ。砂地においては、ひづめよりもこちらの構造が適しているのである。ラクダの酷暑や乾燥に対する強い耐久力については様々に言われてきた。特に、長期間にわたって水を飲まずに行動できる点については、昔から、 脅威の的であり、背中の小ブに水を蓄えているという思い込みもそこから出たものである。体内に水を貯蔵する特別な袋があるとも、胃に蓄えているのだとも考えられたが、いずれも研究の結果否定された。実際には、ラクダは血液中に水分を蓄えていることがわかっている。ラクダは一度に80リットル、最高で136リットルもの水を飲むが、その水は、 血液中に吸収され、大量の水分を含んだ血液が循環する。ラクダ以外の哺乳類では、血液中に水分が多すぎるとその水が赤血球中に浸透し、その圧力で赤血球が破裂してしまう溶血が、ラクダでは水分を吸収して2倍にも膨れ上がっても破裂しない。また、水の摂取しにくい環境では、 通常は34から38度の体温を40度くらいに上げて極力水分の排泄を防ぐ。もちろん尿の量も最小限にするため濃度がかなり高い。また人間の場合は体重の1割程度の水が失われると生命に危険が及ぶがラクダ4割が失われても生命を維持できる。その代わり乾いた時には一気に大量の水を飲むので ラクダの群れに水を与えるには、非常に大量の水を必要とすることとなる。一方で、ラクダは湿潤環境には弱い。ラクダは湿潤環境に多く発生する薬病に、対して抵抗力がない。また、足が死体を移動するようにできておらず、足を痛めることが多い。アフリカ大陸においては、ニジェール川が最も砂漠に近くなる。 ニジェール・ガーダイワン局部のトンブクトゥあたりが南原であり、これ以南では二役動物がロバへと変わる。ラクダは乾燥地帯において主に飼育される家畜の一つである。もっとも遊牧においてラクダのみを飼育することは非常に少なく羊やヤギ、牛などといった乾燥地域にやや適応した他の家と組み合わせて飼育されることが一般的である。これは飢饉や 薬病などによって所有する家畜が大打撃を受けた時のリスク軽減のためである。また、ラクダは繁殖が遅く増やすのが難しい。オスは6歳にならないと交尾が可能とならず、発情期は年に1回しかない。メスも他の家畜と比較して、成熟に多くの時間が必要であり、妊娠期間は12ヶ月近くに及ぶ。反面、寿命は約30年と長く、 乾燥に強いために、干ばつの際にも他の家畜に比べて打撃を受けにくい。このため、羊やヤギがか処分所得として短期取引用に使用されるのに対し、ラクダは備蓄として長期の資産形成のため使用される。一方、ラクダとヤギや牛を同じ群れとして放牧すると食物をめぐって争いを起こしやすいため、ラクダの群れは他の動物と分けて放牧するのが通例である。 ラクダ科の祖先はもともと北アメリカ大陸で進化したものであり、200万年から300万年前に立教化していたベーリング海峡、ベーリング地峡を通ってユーラシア大陸へと移動し、ここで現在のラクダへと進化した。北アメリカ大陸のラクダ科は絶滅したが、パナマ地峡を通って南アメリカ大陸へと移動したグループは生き残り、現在でもギャマやアルパカ、ビクーニャ、 グアナコの禁煙4種が生き残っている。一コブラクダと二コブラクダの家畜化はおそらくそれぞれ独立に行われたと考えられている。一コブラクダが家畜化された年代については、紀元前2000年以前、紀元前4000年、紀元前1300から1400年などの小説がある。おそらくはアラビアで行われ、そこから北アフリカ、東アフリカなどへと広がった。 二コブラクダは、おそらく紀元前2500年頃、イラン北部からトルキスタン南西部にかけての地域で家畜化され、そこからイラク、インド、中国へと広がったものと推測されている。一コブラクダの個体群は、ほぼ完全に家畜個体群に飲み込まれたため、野生個体群は絶滅した。ただ、過労死で、オーストラリアで二次的に野生化した個体群から、 野生のヒトコブラクダの生態のありさまを垣間見ることができる。また、2001年には、中国の奥地にて銭湯のヒトコブラクダ、野生個体群が発見された。塩水とアルカリ土壌に生息していること以外の詳細は不明で、遺伝子解析などは調査中である。この個体群についても、二次的に野生化したものと推測されている。したがって、 純粋な意味での野生の一コブラクダは絶滅したという見解は崩されずにいる。野生の二コブラクダの個体数は世界中で約1000頭しかいないとされている。このため野生の二コブラクダは2002年に国際自然保護連合 IUCN によって絶滅危惧種に指定されレッドデータリストに掲載されている。2010年には 全世界で1400万頭のラクダが生息しており、その90%がヒトコブラクダであった。ヒトコブラクダとフタコブラクダの生息域は一部では重なり合うものの、基本的には違う地域に生息している。ヒトコブラクダは西アジア原産であり、現在でもインドやインダス川流域から西の中央アジア、イランなどの西アジア全域、アラビア半島、北アフリカ、東、 アフリカを中心に分布している。中でも、特に、アフリカの各地域では現在でも遊牧生活において、ラクダが重要な役割を果たしており、世界最大のラクダ飼育地域となっている。世界で最大のラクダ飼育頭数を誇るソマリアやエチオピアにおいてラクダは現在でも乳、肉、移動手段を提供し続けている。双子ブラクダの方は、中央アジア原産であり、トルコ移動。 イランやカスピ海沿岸、中央アジア、新疆をウイグル自治区やモンゴル高原付近にまで生息している。頭数は140万頭程度で、ラクダのうちの10%程度である。家畜として飼育する場合は通常どちらかの種しか飼育しないが、漁種の雑種は大型となるため二役用として価値が高く、中央アジアでは漁種を共に飼育して、常に雑種を生み出し続けるようにしていた。 後日、また、一コブラクダは砂漠の広がるオーストラリアに人為的に持ち込まれ、現在では野生化して繁殖している。植民地としてオーストラリア内陸への入植を進めたイギリスが、同じく英領であったインドやパキスタン、その北隣のアフガニスタンから約2万頭のラクダと約2000人のラクダ使いがやってきた。オーストラリア大陸で鉄道と自動車が普及し、 ラクダの必要性が低下した。当局から殺処分を求められたラクダ使いはラクダを野に放った。こうしてラクダの個体群は19世紀から20世紀にかけて持ち込まれたものが野生化した。オーストラリア中央部の砂漠地帯にかつては約70万頭が生息していた。この数字は年間8%ずつ増大した。この野生ラクダはオーストラリアで盛んな羊の 牧畜用の資源を荒らすため、オーストラリア政府は10万頭以上を駆除している。その結果、2018年時点で、約30万頭が残っている。一方で、輸送用ではなくラクダ乳を入手を目的とした、牧場も運営されている、食用も参照。一コブラクダは歯を見ることで年齢を知ることができる。生まれた時は22本の乳歯があり、カレーと共に歯が生え変わり、 7歳で34本の A 級版に生え変わる。このため、古くからラクダを取引するアラブ商人たちは、ラクダの葉の生え方で値段を決めていた。また、地方によっては、葉の生え方で呼び方を変えることもあり、販売価格などと密接に関係している。ラクダの平均寿命は25歳前後だが、アラブ社会では、古くからラクダの寿命は33年3ヶ月と3日と言われてきた。 ヒジュラ歴は1年が11日ほど短いため33年3ヶ月と3日で、季節が33回変わり、太陽歴の33年に相当する。ラクダの年齢は、歯が一組変わるごとに一切加齢される、独特の年齢加算法を用いる場合があるので、実際の年齢と、ラクダ商人が数える年齢が一致しないことがある。 ラクダを最初に家畜化したのは古代のアラム人ではないかと考えられている。アラム人は一コブラクダを放牧する遊牧民、あるいはラクダを荷物運搬に使って対象を組む通商民として歴史に登場た。砂漠を越えることは他の市役動物ではほぼ不可能であるため、ラクダを使用することによって初めて砂漠を横断する通商路が使用可能となった。 やがて交易ルートは東へと伸びていき、それに伴って、ラクダも東方へと生息域を広げていった。シルクロードの三つの道のうち、最も距離が短くよく利用されたオアシスルートは、ラクダの利用があって、初めて開拓し得たルートである。シルクロードを越えるキャラバンは何十頭ものラクダによって構成され、大航海時代までの間は、ユーラシア大陸の陸路を使う。 東西交易の主力となっていた。サハラ砂漠においては、それまで主な死役動物であった馬に代わって3世紀頃に、東方からラクダがもたらされることで初めて、サハラを縦断する交易ルートの開設が可能となり、サハラ交易がスタートした。また、ラクダは湿潤地帯で二役を行わせることは困難であるため、砂漠とサヘル地帯の境界に近い、 ニジェールガーダイ湾局部のトンブクトなどは、ラクダとニジェールカワミツやロバトの二の積み替え地点として栄えた。歴史学者のリチャード・ブリエットは別のストーリーとして、紀元前3000年頃、アフリカから中央アジアにかけて、ラクダを捕食対象としていた資料最終民のうち、アラビア海南部沿岸、今日のソマリア周辺地域のグループが最初に、一コブラクダを純化させたと主張している。 最初の利用目的は、父の採取だったといい、牧草地を求めて遊牧を始めたことから、崖物としての利用に発展したという。ブリエットによれば、二子ブラクダの家畜化は、紀元前2500年頃、イランとトルクメイニスタンの間の高原地域で生活していた遊牧民によって行われ、その手法が中央アジアを経てメソポタミアにがったという。 アッシリア人の戦勝記念に描かれたレリーフに現れるラクダの多くは荷車を引いている。ラクダと人類との関わりにおいて最も重要なものは常用利用である。ラクダは砂漠の船とも呼ばれ、他の刺激動物では越えることのできない乾燥地域を越える場合にはほぼ唯一の輸送手段なっていた。特に利用されていたのは 砂漠の多いアラブ世界であり、20世紀後半に自動車が普及するまで重要な移動手段であった。前述のように川イフで歩行するラクダは、歩行時に体が大きく左右に揺れる。このため慣れない者がラクダに乗る場合、船酔いならぬ、ラクダ酔いを起こすことがある。初期のラクダの蔵は、コブの後部に置かれたマットを前方に伸ばした帯でコブに固定したもので、 主に二役用として使われた。やがて気乗を目的としたコブの前に乗せる馬蹄系の蔵が現れたが、初期の気乗用の蔵は蔵付きが大きく戦闘には向かなかった。アラビアでは、紀元前500年頃以降に、コブではなく、あばら骨に負荷をかける設計の蔵が現れたことによって、気乗戦闘が可能となり、紀元前2世紀頃には遊牧民と、 商業国家のパワーバランスを変えるなど、社会に変革をもたらすほどの影響を与えるようになった。現代においては、ほとんどが自動車にとって変わられたものの、マリン北部のタウデニから、南のトンブクトゥへと塩の板を運ぶキャラバンなどは、現在でもラクダが使用され、2000頭から3000頭もの、ラクダのキャラバンは10月から5月までの涼しい時期に、1ヶ月以上かけて、領地を往復する。 また、砂漠地帯で長時間行動できるため、古くからラクダ機兵として軍事利用され、現代でも軍隊やゲリラの騎馬隊がラクダを使用することがある。現代では、インドと南アフリカ共和国の2カ国が準軍事的にラクダ部隊を保有しており、2007年にはダルフール紛争の国連平和維持活動に対し、インド政府がラクダ部隊を派遣すると報道された。 ラクダの肉は食用とされ、また乳用としても利用される。血液を禁忌とするムスリムとユダヤ教徒以外は、生き血を飲むこともある。また、ユダヤ教徒は、ラクダ公社ではないため食べることはできない。口述。食用としてのラクダ利用において、最も重要なものは、ラクダ乳の利用である。イスラム圏において、古来乳用動物として飼育されてきたものはラクダ。 羊、ヤギであるが、ラクダは羊やヤギに比べて授乳期間が長い。約13ヶ月上に父生産量も1日5リットル以上と非常に多かったため、砂漠地帯の遊牧民の主食とされてきた。アラブにおいては羊やヤギの乳搾りが女性の仕事とされたのに対し、ラクダの乳搾りは男性の仕事とされてきた。ラクダ乳は主にそのまま引用されたが、 発酵させて、参入、ヨーグルトとすることも行われた。ラクダ乳は、牛や羊、ヤギの乳と脂肪の構造が異なり、脂肪を分離することがやや困難である。さらにヤギや羊の乳の方が、脂肪の含有量も多いため、バターやチーズといった乳製品は主に羊やヤギから作られていた。しかし、ラクダ乳から、バターやチーズを作ることもぶどまりが悪い上に、 技術も必要だが可能であり、その希少性ゆえに高級品として高く評価されていた。近年、栄養価の高いラクダ乳は見直される傾向にあり、ヨーグルトやアイスクリームなどのラクダミルク製品を製造する会社も設立されている。アラブ首長国連邦のドバイでも、ラクダミルク製品の開発が進められており、 ラクダチーズやラクダミルクチョコレートをはじめとする製品の世界各地への売り込みを図っている。アメリカ合衆国でもアーミッシュを中心にラクダの飼育とラクダミルクの商品化が行われ、米国カリフォルニア州を中心にラクダミルクを取り扱う店が現れ始めている。2018年ではミルクの9割がアフリカと中東で生産されており、その他の地域では価格が高騰してしまうが、 米国やアジアでも需要が増加している。19世紀に乗り物としてラクダがオーストラリアに輸入され、自動車の登場によって放置されて野生化。2018年までにはこれを捕獲して、ラクダミルクを製造する企業が現れ、飼育数が増加すれば、オーストラリアの生産でも価格が安くなり、シンガポールに輸出し始めている。ドバイの企業は2018年に、 ラクダミルクの粉ミルクの開発を発表し、アラブ首長国連邦で発売されることになる。ラクダの肉は食用とされるが、再生産が可能であり、生産量も多いラクダの父に比べると二義的なものとなる。若いラクダの肉は美味とされることもあるが、年老いて繁殖や乳生産のできなくなったラクダが食肉用に回されることが多く、そのため評価は一般に高くない。 エジプトでは、ラクダ肉は、食肉として一番、安く。カイロには、食肉用と二役用のラクダ氏がそれぞれ立つ。7歳から9歳程度のラクダが主に食用とされる、ものの、油分が非常に、多く、味が悪いため人気がない。近年の中華料理において、ラクダのコブワと呼ばれ、ハチ,チンの一つとして珍重される食材である。繊維はあるものの脂肪の塊なので、 味付けが重要な食材だが、味が付きにくいという欠点があり、上手に調理するには、ある程度の技法が必要である。また、ラクダの足も、多少と称して、食用とされる。イスラム教では、ラクダは、ハラールとされているため、イスラム教徒は、ラクダの肉や乳を食べることができる。しかし、いくつかのイスラムの学派においては、ラクダは不純物の量が多いとされ、 そのため食した後に一部目睦、ウッドフをすべきと定めている学派もある。また、同様の理由でラクダがうずくまっていた、あるいは座っていた場所は、シャイターンの場所であるとして、その場所での礼拝をハラームであるとして禁じている学派もある。ユダヤ教においては、ラクダ校舎ではないとして、食用とすることはできない。これは、ラクダは、 後者である食肉の条件のうち一つしか満たしていないとされているためである。校舎の条件は、半数をし、ひめが分かれているものに限られるが、ラクナは、生物学的には、ひめが分かれ、半数をするものの、外見上ひめが毛に覆われて分かれているように見えない、ダメカーシェールラ外されている。これは、レビキ11章に記されている。川は舐めして用いられ、 毛は織物、縄、絵筆などに利用される。古くから利用されており、新約聖書、マタイによる福音書によれば、洗礼者ヨハネは、ラクダの皮で作った服を着ていたとされる。日本でも、ラクダの桃引きと親しまれている下着は、ラクダの毛を利用したものではなくラクダ色であることを根拠としている品がある。落語にもなっている。 特に寒冷な中央アジアの二コブラクダの毛は織物の素材として優秀である。木材が貴重品である乾燥地帯においてかつてはラクダの糞が貴重な燃料でもあった。ラクダを飼育する中東の諸国においては一コブラクダのレースである毛枝が盛んに行われている。特にアラブ首長国連邦などアラビア半島の諸国においては非常に盛んであり、競馬のように 性別、年齢別でレースが行われる。レース距離は5から1 0キロメートルと、競馬に比べると長距離である。遊牧民の流れを組む湾岸諸国においては、ラクダレースは最も格の高いスポーツであり、首長一族も観覧に訪れ、勝ったラクダの所有者には名誉が与えられる。ドバイにおいては冬季である1月から3月にかけて、ラクダレースが盛んに開催され、 地元民のみならず、観光客も多く訪れる人気のイベントとなっている。また、サウジアラビアにおいては、シュトリアドで1974年以来1年に一度、大ラクダレースが行われている。ラクダは、全力疾走させるのに馬ほど技術が必要でないため、ラクダレースの機種は、近隣諸国からやってきた子供が務めることも多かったが、欧米の人権団体の非難によって機種に、 年齢制限が設けれ、こうした光景は姿を消した。また、カタールやアラブ市長国連邦などにおいては、騎士をロボットに置き換えたレースも行われるようになってきている。また、ラクダ同士を戦わせる競技の存在もある、ラクダ相撲。この競技は、主にトルコで行われる。また、アフガニスタンでは、トーラクダは、ノールーズの伝統行事の一つとなっている。 ラクダは砂漠のイメージと固く結びついており、砂漠の観光名所には観光客を乗せるためのラクダがいるところも多い。エジプトの首都カイロにはギザのピラミッドやスフィンクスへ向かう観光客種のラクダ屋が多い。これはラクダの生息域だけの話ではなく、ラクダの生息していないメキシコのバハカリフォルニアなどでも観光客をラクダに乗せるビジネスは行われている。 また、日本の鳥取砂丘は、砂漠ではないが、砂漠のない、日本人には砂漠を連想させる光景であるため、やはりラクダがいて、観光客が乗ることができる。イスラム教成立以前の中東では矢を使ったくじで、異なる大きさのラクダ肉の配分を決める賭博、掛けや、バイスイルが、盛んに行われていたが、クルアーンで禁止されると行われなくなった。イスラム教の祝日である、 リードアルイコールアドハー。犠牲祭においては動物を犠牲に捧げ神への感謝を行う。犠牲とされる動物の中で最も価値が高いものはラクダだとされている。イエスは金持ちが神の国に入るよりも、ラクダが針の穴を通る方が、まだ優しいとして金持ちを今しめた新約聖書、マタイ19時24分、マルコ10時25分、ルカ18時24分。 アラム語では、ラクダとロープが同音語なので、福音書がギリシア語で書かれるとき、ロープをラクダと語訳したという説がある。一方で、当時はラクダが大きなものの例えとして用いられており、語訳ではないという説もある。アラブ医学の4体液説では、粘液質の人間の気質は、情緒が弱く鈍感だが、一旦ことを始めると粘り強く耐久力があると、 考えられていた。ラクダは、胆能がない無胆能動物であることから、黒胆汁を持たない、粘液質の気質を持つ動物である、という民族概念がある。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。